皆さん、こんにちは。顔はキモメン、声は NHK、 人生は巨大迷路、我が道は大体通行止め、インターバン634です。今いるところがですね、 JR 富良野線の北美瑛駅になります。美瑛から1個北にある駅です。美瑛駅はね、結構降りる人多いと思うんですけれども、この北美瑛はマイナーで降りる人は少ない。でもそんなに利用客が少ないわけじゃないんですけどね。ホームは木造、一面一線防線壁、長さ1両分です。これが駅舎ですね。駅舎はですね、割と綺麗な感じの駅舎です。そしてこれが駅舎内でございますけれども、発車時刻表はこんな感じ。富良野線はなんだかんだ言って結構たくさん列車が走ります。料金表は、運賃表はこんな感じですね。駅ノートはありません。駅ノートがないので、とりあえず簡易的なメモ帳でも置いておくことにするかな。美瑛っていうとやっぱりね、丘の町っていうイメージですよね。見ての通りですね、この駅もですね、丘と丘の間にあります。ちなみに車ね、ディーラーに寄ったら洗車してくれました。ありがたい限りです。そして向こうですね、田んぼが広がってるんですね。美瑛丘の町ですけれども、丘と丘の間の平地にはこのように田んぼが普通にあります。そして駅の反対側はですね、基本的にヨモギとフキを中心とした雑草、まあ、ヨモギとフキはもう雑草です、僕の中では。雑草の中にも、頑張って咲いている花があって、ちゃんと植木鉢にも花が植えてあって、駅前にも花が植えてあると、そういう駅でございます。結構ね、この駅僕好きなんですよね。来るのはこれでね、3回目ぐらい。そしたらちょっとね、駅ノートなかったんで、駅ノートっていうかメモ帳をとりあえずこの駅に置いておきますんで、まあもし来た人いたら記入してください。